ね、で船長のことをちょっと理解しようと思って、あのパルパス、パルパ、パルパトゥルパースみたいなゲームあるじゃん、パルパ、パルパパースみたいなさゲームがあるんだけど、あれをね、あのスバル見てたの。なんかあの絵を描いて、絵を描いて売るゲーム、あそうそう、パルパルトゥルーみたいな、あパスパルトゥルー、パスパルトゥルーみたいなね。どんなゲームかっていうと、あの船長が絵を、船長絵上手だから絵を描いてそれを売るみたいな。でなんかね、なんかねすごいね、おっぱい、おっぱいが大きいね、ノエルの絵を描いてたんだけど、ノエルの絵を描いてたんだけど、ちょ真面目な声出すか。微分積分、この方程式特には、うん、まだまだまだ、私の IQ ではまだ足りないようです。もう何言ってるかわからなかったですね。え、船長こんなにおっぱい大きかったら履歴書にさ書くもんね。履歴書に特技、趣味特技、え特技、おっぱいが大きいこと特技特技、おっぱいが大きいこと、趣味、おっぱいの大きさで他人を翻弄すること。え、船長さ、乳搾りとかしてみたいな。乳搾り、乳搾りって言っても、船長がしたい乳搾りは牧場の乳搾りではなく、女の乳搾りしてみたいの。人生で一回くらいしてみたいな。もう何を言ってるかわからなくて、すっと閉じましたね。ちょっとすっと